あれって生徒会長の三上？何あれ、めっちゃダサい服着てんじゃん。もしかして三上ってファッションセンスゼロ？よーし。ギャルがファッションマウント女子と対決した結果、僕の名前は田中康介、生徒会で庶務をやっています。そして彼女の名前は三上咲、生徒会長です。か、会長。ん？どうした？中山、浮かない顔して。その俺のタンクトップやるよ。え？なんで？会長、私も古着でよければあげるよ。は？私も。あ、なんでみんないきなりうちに服恵もうとしてるわけ？だって会長、ファッションセンスないんでしょ。どういうこと？ファッションセンス、うち服持ってるし。ああ、うん、持ってることは持ってるんだろうけど、センスが。はあ、何それ、うちギャルだよ。ギャルってことはおしゃれ番長っしょ。ああ、うん、まあそうだよね。服がダサいとかって結構自分じゃわからないところあるしな。え、そういう話これ？黙って俺のタンクトップを着るんだ、会長。タンクトップはマジでいらない。もうマジで嫌になっちゃうわ。そうなの、めちゃくちゃダサいのよ。ん？福木杉子さんの声が聞こえますね。女神、私服クソダサ女子だったってわけ。学校だと制服だからダサさがバレてなかったのよ。私服だと。なるほど、彼女が発信源か。ちょいちょいちょい、服キッチ。あら、誰かと思えばダサダサ会長じゃない。あることないこと言うなし。何言ってるのよ、私は休日のあんたを見たのよ。別にうちダサくねえし。もしかしてファッションのセンスで私に盾つこうっていうの？私はあのドン大西の弟子なのよ。ドン？知らないの？ドン大西は日本を、いえ世界を股にかけるファッションデザイナーであり、ファッションリーダーよ。数々のファッションの賞を取り、ランウェイでは毎年彼のファッションが輝きを放っているわ。ドン大西は現代のファッションそのもの、そう言っても過言じゃないのよ。よくわかんないけど、すごい人だってことは理解したわ。その人の弟子ってことは、学校とかに通っているっていうこと？彼の書籍をすべて買って、出る番組をすべてチェックしているわ。ただのファンでは。そういうことだから、二度と私にファッションで喧嘩を売らないことね。あーはっは。強烈な人だな。つか、うちが喧嘩売られた方なんですけど。はあ、ムカつく。今日は服爆買いしてストレス発散しちゃおう。それがいいですよ。でも会長の私服ダサいと思いませんけどね。だしょ？なんでダサいって思われたのかな。あ、思い出した。何ですか？いやそういや、一日だけめちゃめちゃ攻めた服着てた日あるわ。うちはあれも可愛かったと思うけど。へえ。いやー、それがさ、その日なんか駅前歩いてたら、おじさんが急に服を交換してくれとか言ってきて、めっちゃウケたからオーケーしちゃったんだよね。何ですかそのエピソード、怖くない？めちゃめちゃ尖った服だから、あの日はみんなうちのこと見てたわ。なるほど、それで。あら、お、クソダサ生徒会の2人じゃない。学校外で会うなんて奇遇ね。福木さん。なんか攻撃力高そう。いいでしょう、これもドンのおすすめブランドの服よ。はあ。三上、今日はそれなりにおしゃれしてきたみたいじゃない。やっぱり私に言われて傷ついたの？別にそんなんじゃねえし。あら、そう。ま、ダサいことには変わりないけどね。は？
それにあんたは上から下までユニクロで揃えたのバレバレよ。別によくね。最近はユニクロもいいの揃ってるし、スカフクなんて結局自分の好きなもん着るもんっしょ。あら、そっち派なのね。は？ファッションを諦めた人間ほど好きなもの着ればいいとか言うのよね。そんなことあるわけないじゃない。ハイブランドこそ正義よ。そうかな。いいわ、じゃあみんなに判断してもらいましょう。え？三上咲希、私とファッション対決しなさい。あ、ファッション対決？勝負は明日の放課後、体育館で。審査員はうちの学校の全校生徒よ。そんな勝手な。よし、会長まで。見てなさい、生徒会長は私のドン大西ファッションで任せてやるわ。ファッション対決。ちゃんと全校生徒来てるみたいね。三上が私の華麗なるコーデで負けるところをみんな見たいのね。なんせ私はドン大西の弟子なんですもの。おお、結構集まってんね。あら三上、負けると分かっていてよく来れたわね。まあうち的には服なんて好きなもん着ればいいと思うし、勝負とか興味ないんだけど、一応ね。せいぜい今のうちに強がっておきなさい。すぐに勝負がついてしまうんだからね。おお、なんか派手な上にキラキラしてる。当たり前でしょ、上から下までドン大西リスペクトの服ですもの。すげえ、これがオシャレってことなのか。なんか高そうな服ですね。当たり前よ、お値段総額200万。200万。この服を買うためにおじいちゃんの山を売ったわ。服に人生かけないで。さあ、私の超高級ドン大西コーデに勝てるかしら三上。うちだっておしゃれ大好きギャルなんだぜ。おお。ずいぶん安そうなコーデじゃない。よく聞いてくれた服キッチ。うちの今日のコーデ、上から下まで締めて2万円。ブランドよりもドンキーラブってことで、全身ドンキコーデだ。おお、何を全身ドンキって、要は全部安物ってことでしょ。これは私の勝ちで決まりね。ではケツを取りたいと思います。先行、福木杉子さんのコーディネートがいいと思う人。え、会長の方がいいと思う人。はい。マジ？服キッチのもいいと思ったけどな。でもみんなマジサンキュー。どういうことよ、私の服は全身200万よ。あっちは私の100分の1。値段の問題じゃないだろう。なんていうか、会長の方が服を楽しんでる感じがするし。服着のはなんか服着てるっていうより服に着られちゃってるって感じ。いえいえ、私はドン大西の弟子ということは絶対的に正しいの。つまりあなたたちが間違ってるのよ。三上を選ぶあんたのファッションセンスがおかしいのよ。ああ、ちょ、動き回らないで。だって私はドン大西の。ほら、人にぶつかっちゃった。何よ、もう。あなたは。どうも、通りすがりのドン大西です。通りすがりのドン大西だ。どうしてこんなところに。ドンはね、服を返しに来たんだ。一人称ドンなんだ。え、あの時の服交換したおじさん。え、この人が。あの日ドンは次のファッションショーに向けて悩んでいてね。そんな日にドンのインスピレーションにビビッとくるファッションセンスの子に出会って服を交換させてもらったのさ。なるほど、そういうことだったんだ。ウケんね。ん？ということは今日も君はエクセレントな服を着てるね。ドン感激。おお、ドンのお墨付きだ。照れる。
おじさんの服もまあまあイケてんじゃん。そんなバカな。私の服よりあっちの方がいいってことですか。ん、君の服はなんかダサいね。ドン、酒っぽよ。そんな勝者、三上咲。ドン、いやファッション対決後、会長のファッション真似する人が多くなりましたね。ねえ、まあうち的には真似とかじゃなくて、みんな好きな服着ればいいと思うんだけど、みんなそれぞれ個性とかあると思うし、そういうことだから。うちはファッションショーとか出ないって言ってるっしょ。そんなこと言わず、ドン、ピンと来ちゃってるんだよ、君に。最近毎日口説きに来るな。君が良ければ、ドンの名前あげちゃうよ。ドン、三上、ドン。絶対いらねえし。今日は見てくれてありがとね。他の SNS も絶対フォローしてね。田中、この後ダピローセ。いや、会長、この後生徒会ありますよ。秒で戻るから早く行くよ。待ってください。